さあ、始まりました。少量チャンネル。さて、今日は今日は、で、おー今日は、はい、コメントで、うん、あった、うん、みんな見てるかあれなんですけど、うん、昨日何食べた、ね、の、第2話。2話であった。に登場した。そうめん、うん、を今日は僕らで作りたいと思いまーす、ね、ドラマで見ててすごい美味しそうだったもんね、うん、それではメニューを、うん、どうぞ。わー、材料はそうめんとめんつゆとツナ缶、トマト、きゅうり、みょうが、大葉、細ネギ、すりごまで、あとおろし生姜以上です。ではキッチンへゴー。さ、やってきましたキッチ ン。そんな遠くないけどそれではじゃあ作っていきたいと思います。はい、ってことでまずことで、ね、まずトマト切っていきます。はい、ヘタ取ろう。じゃあこれをサイコロ状に切っていくから、まずスライスして、うんうん、はい、新鮮ですね。ね、美味しそうなトマト。そしたらこれをサイの目、うん、サイコロ状に切っていきます。おい、うんうん、はい、カットができました。おい、そしたらこれにめんつゆ、これ、ね、2倍濃縮をそのまま入れます。はい、これがねタレになるから、うん、こんなもんかな。はい、はい、続いてツナ缶。はい、まずこれ油を結構ね油が入ってるので、うん、油を捨てちゃいます。はい、そしたら移して、うん、ちょっとさっき登場しなかったけどマヨネーズ、はい、を入れます。おお、で混ぜ混ぜ、はい、こんな感じで、はい、まあ、これはこれでまだ置いときます。はい、 はい、はい、そしたらあとは残りの薬味を切っていきたいと思います。はい、はい、大葉好きだからね、大葉たっぷりめにしよう。うん、みょうがも美味しいよね。うん、いいね、美味しそう。うん、というわけで完成しました。はい、次は、うん、そうめんを茹でていきたいと思います。もうお湯も沸いてます。はい、じゃあそうめん茹でていきます。はい、大体そうめんは1分半から2分ぐらい、うん、1分半から2分くらい、まあ、あの食べれる量で、うん、食べてもらう、作ってもらえればそうだね。はい、なりました。では、はい、火を止めて、うん、よいしょ、ギリギリの安定感で、うん、ギリギリの安定感ギリギリの安定感いいね。でもなんか、うん、もうさ暑い日もさ、うん、
続いてるでしょ。ね、ここ数日あったかいし、逆に暑いよね。こういうね、うん、そろそろ冷たいやつ飲もう、うん、ありだよね。ありあり。はい、では盛り付けていきたいと思いまーす。はーい。さっき茹でたそうめん。うん。わ。美味しそう。これだけで美味しそう。ね、美味しそうだね。うん。次に、うん、これですね。ほうほうほう。はい。を上からかけます。わあ、美味しそう。ね。色がめっちゃ綺麗。いいね。はい。続いて。はい。次はさっきのツナ。うん。のっけまーす。はーい。ウィー。おお。はい、そして、はい、次はあとはみょうが。みょうがとキュウリ。キュウリ。大葉。大葉。ネギ。ネギ。ネギ大好きだから、ね、ネギたっぷりにしてみた。はーい。はい。で、最後に、すりごまと、うん。結構たっぷりめ。はーい。あと、生姜。生姜。生姜。お、上乗っけちゃったけど。うん。混ぜ混ぜするからいいよね。はーい。じゃあこれで、どうですか、はい、完成しました。完成でーす。イエーイ。美味しそう。さ、完成しましたー。見せて見せて。こんな感じでーす。わー、美味しそう。美味しそう。めっちゃすりごまのいい匂いと。うん。うん。美味しそうだね。はい。じゃあ、食べようか。食べよう。いただきまーす。これね、よく混ぜて、うん、食べるといいらしい。はーい。生姜もね、上に天に乗っけたから、うん、混ぜて混ぜて。いやー、薬味もたくさんだから、うん、本当にね、美味しいと思う。うんうんうん、よし、食べてみよう。はい。いただきまーす。どうぞ。見た今。何？熱くないのに俺、ふーってやっちゃった。うん、うん、美味しい。うん、美味しい。よかった。でもいただきます。ふーってやっちゃダメだよ。うん、美味しいね。美味しい。薄めてないのに、うん、めんつゆ2倍濃縮の、うん、ちょうどいい。うん、美味しい。うん、大葉、大葉がね、うん、効いてる。うん、みょうがもいい感じ。うん、なんかほのぼのするよね、あのドラマ。うん、そうだね。なんか結構なんか リアルな感じ、うん、ね、かなって思って。うんうんうん。西島さんもかっこいいしね。そうだね。ぜひ見たことない方は見てみてください。多分見てる人多いんじゃないかな。多分多いよね、きっとね。うん、面白いし、まあ、僕らのチャンネル見てくれてる、ね、うん、多分チェックしてるよね。そう。というわけで、あ、はい、うん、今回は、昨日何食べた、はい、のドラマ第2話に出てきたそうめん、そうめん作ってみました。作りました。この動画が美味しそうって思っていただいたら、うん、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。あとインスタとツイッターのフォローもお願いします。ではまた。ではまたー。